今日は2つ目の病院の初診、初めての日で、ちょっと注射の感覚調整しようかな。今日のは何だったっけ？今日打ったよ。注射だけ？採血と注射。カウンセリングも。カウンセリングもしたよ。いっぱい喋って終わって、で採血で、夏に健康診断やったから、その検査の表を次回持ってきたらいいんだけど、じゃホルモンの調べるやつ、量調べるための採血を一応やって、でその後に注射打って、で前回今まで同様に前のところと同じように250ミリだけど、成分が違うやつで、前のがそうです、手から始まるやつ。テストステロン。うん、デポがつく最後ね。で今日のはNR、絵がつくやつ、うん、なんとかデポで成分変わって打つ。で前のやつは打った直後にすぐ声がグンって低くなるんだけど、ガラガラするんだけど、今日は、打っても特にそんなに変化もないかな。成分の違い強くないって意味か、前のところなんかめっちゃ奥にされてる感じがあって、なんてしなんか紹介状には、もともと言ったところの紹介状は皮下注射ってやってたけど、多分筋肉までやってたんじゃないかなっていうぐらい前の動画撮ったさで、ブスーって刺さってたさ、ね、痛いやつだったけど、今日のはお尻だけど、お尻全然1ミリも痛くなかったし、お尻見した、お尻見した、判決。しかも前のところはあっちがズボン下ろしてくれたのに、こっちは自分で下ろさんといけんで、ズボンお尻の半分まで下ろしてくださいって言ったけど、うん、やったけど、じゃあまあここ数日は成分が変わったので体調の変化どうないか気をつけてください。最近悪かった、あんまり良くないのに、うん、ここ1週間でした。もう一回やるって言って可愛かった。どうやって下ろしたの？自分なんて自分で下ろした。様子見てくださいって。で次は12月16日、まあ、次も軽くお話と注射かな、あとは血液検査の結果も出るのかな。ホルモンの量調べるのはもう何年ぶりだろうっていうぐらい、それを調べて、多すぎるようであればちょっと減らして、頭に。どう調べたの？血液検査、ホルモンの量、結果は後日。そうじゃないですか。そうじゃない、うん、次回ですって言ったから、ちょっとホルモンの量が多すぎるんだったらちょっと減らして、頭のために頑張ろうかな。うん。